日本 IBM の角田と申します。ちなみに日本 IBM はですね、9月に入ったばかりでちょっとまだ日本 IBM というのは慣れてないんですけれども、今日はですね、皆さん朝から、朝10時からですからね、参加いただきましてどうもお疲れ様です。最後にですね、毎年もう恒例になってますけれども、パネルディスカッションということで、各リナックスファンデーションの SI フォーラムのメンバーの方にお話を伺っています。ただ今回ですね、 NEC さん、STU さん、対して NTT さんから出てますけれども、基本的に今日はですね、会社の顔というよりは一エンジニアとして出てきてます。ですので、今日言ったことはですね、後であのソフトウェアはこう言ったからサポートしてくれるとかですね、そういうのなしでお願いします。今日はざっくばらんにエンジニアとして純粋にどういうふうにやっていきたいかということをお聞きしますので、後でいじめないようにいじめないようにですね、お願いしたいと思います。それではですね、まず最初にですね、簡単に自己紹介から、お願いしたいと思います。じゃあ吉田さんどうぞ。はい、日立ソリューションの吉田でございます。私はですね、今日ちょっと前に話をしたポストマイグレーションの話をしたこのアップのうちのチームの人間で、どちらかというとそういうことをやっているのかなと思われるだけなんですけど、結構いろんな新しいどちらかというと新しいことをやるっていうのが、仕事としてやってまして、この SI フォーラムをずっとやってところをね、ずっとやってるんですけど、今年の結果は非常に面白かったので、ぜひ紹介させてもらいたいなと思って今日は。はい、ありがとうございます。じゃあ原田さん、お願いします。原田と申します。私所属は NTT データ先端技術なんですけれども、3年前から NTT の OSS センターというところでサポート関係の仕事をしています。パネルディスカッションで2回目なんですけど、どうもその前に引っ張り出されてさらされるみたいなイメージがあって、あまり得意じゃないんですけど、椅子もちょっと高くて落ち着かないんですけど、最後に頑張ろうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、どうぞ。富士通の野山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は富士通の OSS 技術センターという、OSS のインテグレーションであるとか、OSS を使ったシステム構築、技術支援だとかサービス提供をやっている、オープンソースの専門部隊に所属をしております。これまでオープンソース全般ということでかなり幅広くやってきたんですが、数年前からはやはりクラウドというところに、かなりパワーシフトをしていて、皆さんあまりご存知ないかもしれないんですが、富士通もインテグレーションサービスとして実は2011年からユーカリプタスの構築を始めてですね、その後もクラウドスタック、オープンスタックとかなり力を入れて、今私の舞台でもやっております。本日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあどうぞ。NEC ソリューションイノベーターの鈴木と申します。よろしくお願いします。私は今は、主に OSS のサポート、また SI の支援等を担当して、オープンソース関係の SI ということになりますが、オープンソースに、最近はどっぷりハマっているような状態で、仕事しております。よろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、今日皆さんにちょっと逆にちょっとご質問させていただきたいんですけれども、オープンソースを、サポートしている側の人とこれからオープンソースを検討しようかっていうと、どういうレイヤーかなと思ってですね、オープンソースあまり知らなくてですね、オープンソースをこれから誰かに言われたから来たみたいな方っていらっしゃいますでしょうか。というのは逆に皆さん OSS をやっていて、これからどうやって広げていこうかなという感じかなと思います。そういうのを前提に、質問をさせていただきます。先ほどキャスターの方から話がありました、OSS の、調査なんですけれども、今年で、もうすでに何回目かやって、毎年恒例でやってまして、もう6回目ぐらいでやってまして、560種類ぐらいの OSS をピックアップして、それが各企業でどれぐらい使われているか、使われていないかというのを調査しています。毎年毎年使用率がどんどん上がってるんですけれども、今年はですね、対象 OSS のうちにですね、導入実績あり、導入実績多数となったツールが126種類、560のうちの120ツールは
を皆さん使っている。これは昨年度から比較して 12% とかしています。それから、まあ、その他しているのは6社なんですけれども、6社中4社が導入実績を示した、非常に定番化した、まあ、6社中4社、まあ、60% が導入した OS テスト数がですね、69の数となってまして、まあ、去年の42からすると、また大幅に広がっている。ということで、定番、去年まではですね、定番、OS テストツールが定番化していったというのがあったんですけども、今年はその定番化したツールがまた幅が広くなっている。それからですね、特に開発ツール、それから、まあ、最近よく言われまして、DevOps ツールですね、まあ、シェフ、バペット、ドッカー、まあ、そういったものをどんどん、導入しありという形になってまして、雑誌なんかではこう出てくるね、あの開発の方とかどんどん使って、で今回我々やってる調査っていうのは、まあ、大手サイヤーさんが自信を持って、提供できる OS ですというふうにやってますので、そういった新しい OS ですが、本当に業務として中に使われているっていうのが分かっていると思います。まあ、そういったものを踏まえまして、各社さんにですね、各社さんに、まあ、今年の健康についてちょっと一言、あるいは、まあ、それ以外にもいいんですけれども、これ以外に載っていない OSS ツールで、ちょっと一押しのツール、これが伸びていきますよっていうツールがある。あるいはですね、なんかこれあったんだけど、なくなっちゃったなとかですね、ユークレットじゃないですけども、というのがあったらですね、各社がちょっとコメントをいただければと思うんですけれども、じゃあまたこちらから、吉田さん、お願いします。あくまで個人的な意見。私の調査をして非常に面白いなと思ったのはですね、まあ、特に仮想化とかクラウドであったりですね、非常にこう新しいソフトウェアがいっぱい出てきているというのが一つの大きな特徴かなと思ってました。で、意外にそういうものをまた使っているようなところがあります。まあ、先ほどの話でオープンスタックの話も出てましたけれども、オープンスタックもかなり導入実績ができているというような情報、データもありましたし、先ほども今お話がありましたドッカーもいきなりですね、なんかすごいなという感じがしてますね。ただ勘違いするといけないのはですね、そういう新しいソフトってまだまだちょっと使い方だとか使い道があるのもちょっと限定的だなと思うんですけど、まあ、こういうデータを出してしまうと、あ、使えるんだと思われるのがちょっとだけ心配なところがあったりするんですよね。まあでも、まあ、全体的に言うとやっぱ仮想化とかクラウドのところにすごく新しいものがいっぱい出てきて、まあ、回線スピードが速いというのも多分あると思うんですけど、まあ、そういうものも使われてきたなというのを実感したんですね。逆にあれですかね、最近はその OSS に対する期待が多くすぎて、これはもういいでしょうとかって言われて、そういって困ってしまうこともやっぱりあります。そうなんですね。前でもあるお客さんからどっかを使いたいという話があって、それは絶対見てくださいって話をしたんですけど、そういうのも今のようにこう例えば雑誌だとか、まあ、いろんな解説記事を出していただくのはもちろん構わないんですけど、まあ、そういうところで本当にその普通に使うにはいいんですけど、こうちょっと変な使い方だとか、ちょっと凝った使い方をしようとするとまだまだちょっといろんな問題があるので、まあ、その辺をですね、まあ、できれば我々はそこに、どういうやり方をすると安全に使えるかっていうのを、まあ、検証してからやっぱり提供したいなと思いますね。まあ、たくさん使われてるんだけども、やっぱり一応場面使う場面とかといった背景はちょっと考慮してほしいなと思いますね。じゃあ、患者さん、まあ、結果を利用調査を見たんですけれども、どういう OSS を使っているかという調査で、あまり使われなくなったのもありますし、逆にドッカーとかジェフとか新しく使われるのもあって、ただそれは個人的には今までもそうだったんじゃないかなと、まあ、しかも OSS に限らず10年前20年前も新しいものや古いものがあって並行接で変わってくるというのは当たり前かなと思うんですね。で、個人的にそれより気になっているのは、ここで使ってるっていうのはどういう意味だろうと。それがインストールしてる、それでシステムを組んでるっていうことしかわからないんですけど、私今サポートセンターにいるのでどう思うかというと、インストールは誰でもできるんですけども、果たして中身を理解してちゃんと使いこなしているのかどうか、あるいは問題があった時に自分でソースコードを読めるようになっているのか、
さらに開発にもコミットして、開発メンバーとしてパッチとかも投稿しているのか全然違うわけですね。だからただ使っている使ってないオンオフというよりはどのように使われているのかっていうところに興味があります。っていうのもそこが OSSS の違いだと思うからなんです。商用製品であればエラーが出たらそのエラーをベンダーに聞くしかありません。だけど OSS であればソースコードがあるのでそのメッセージをソースコードで探してどういう時に出てるか調べることができますし、パッチを書いたりモジュールを書いたりして切り分けもできます。それをしないとオープンソースの意味がないわけですね。あ、すみません、ちょっと長くなった。どうぞ、まだ時間あります。どうぞ、原田さん、いいですか。じゃあ、一回りしてからまだ、じゃあ、私の舞台にやはり一番こう、技術支援など問い合わせが来るケースというのが、現状商用ソフトを使っていて、そこから、Linux だとかオープンソースソフトウェアに、移行したいというような感じの相談が来ていて、数年前まではやはりアプリケーションサーバーデータベースという当たり前のところが非常に多かったんですが、ここ最近やはり運用系の部分であるとか、あとは吉田さんもおっしゃってた通り仮想化クラウド、この辺の相談が圧倒的に増えているんですね。で、我々のところに相談が来ている傾向と、やはり各社さんの傾向をまとめたもの、非常にやはり似通ってるなと思いながら、見ていたんですが、今まで出ていないところで、注目しているというと、一つはやはり分散ストレージの部分ですかね。我々ベンダーとして様々なそのミドルウェアであるとか商用製品も、提供する立場でもあるんですが、やはり我々の製品自体の中にオープンソースをどんどん組み込んで、オープンソースの技術をベースにこう製品化するというのが、当たり前に、ベンダーとしてもなってきています。そういった中で最近ですとセフを組み込んだストレージ製品を、出荷したりですね、そういったところでこうオープンソースとこう優勝製品のこう融合みたいなのも、我々ベンダーとしてはどんどん進めている部分で、そういった部分に一つ注目しているというところと、もう一つ運用系ですと、ここ最近は情報コントローラー、情報管の相談というのも結構増えてきていて、日本だとヒデモスなんかが非常に有名かと思うんですが、それ以外でもジョブスケジューラーであるとかザミックスのジョブアレンジャー、こういったところもここは、ごめんなさい、完全に個人的な部分が入ってますが、今興味を、持っております。またちょっと細部さんの方からあったユーカリプタスはですね、非常にちょっとクラックを共にした子供のような感じで、HP さんにちょっと買収されましたが、ちょっと今後どういった形になるか、非常にここも完全に個人として見守っているというところですね。はい、以上です。ありがとうございます。じゃあ、鈴木さんどうぞ。はい。私は先ほど自己紹介のところで OSS のサポートで対応しているということを、お話したんですが、商用サポートとして、提供しているものは本当に OSS ミドルの一般的なものが中心で、言ってしまえばアパッチトムキャットであるとかヒデモスザビックスであるとか、そのような、ミドル系のサポートを商用として、サポート提供しています。で、それ以外にですね、SI として、オープンスタック系であったりとか、オープンスタックを使った、クラウド環境の構築等を、やってるんですけど、やはりそういう意味で私が最近興味あるのはそのクラウド系の中の、部分で、先ほどいろいろ何回かお話が出てますけど、Docker とかっていうのは私個人的にはちょっと興味があって、まだあれがDocker自身が使い物になるか、ものになっているのかどうかというのも含めて、何かこの先、SI の場面で使える、提案できる、どういうふうに使ったらいいのかっていうのを、ご提供できればというふうに思っています。ですね、そう、Docker っていうのをよく言われるんですよ。で、さっき原田さんがお話にあったように、
どういうふうに使っているのか、どういうふうにサポートするのかというのを含めてですね、やはり皆さん分からないってないところはあるかなという前にそうなんですね。で僕もよくどっかいいねとか言って分かってるのかなと思いながらですね、便利だけど、ビジネスとしてどうやって使うんだろうか全然分かんないしとか思ってたりはするんですけれども、ロッカーはどういうふうに使う、ビジネス用を使うんでしょうかって吉田さんに言っちゃって。どうなんでしょうね、よく分からないですね。まあ、技術的にはちょっと面白いなと思うし、考え方も面白いなと思っていて、まあ、そういう意味では注目して、だから先ほどもお話したみたいに、こうそれをいきなり使いたいとこう言われるとですね、やっぱりちょっとこっちも困ってしまう。まあ、それはその先ほどからお話したみたいに、どういうふうに使うと大丈夫なんだろうみたいなところをやっぱりちゃんと検証しないとですね、我々はまあ提供できないなという気持ちがすごくあるので、なんですかね、まあ、それが、まあ、ちょっとエンタープライズみたいなところをやってると、そういうところがやっぱり我々として非常に苦しいところかなと思いますけどね、なかなか分からないですね。そうですね、まあ、どういうふうに使っている、まあ、投票したときですね、どういうふうな思いだったのか、結構ですね、こちらの話結構曖昧なところがあるんですけども、まあ、ただ、まあ、ある程度ですね、まあ、知ってるからとかインストールしただけっていうのはないとは思うんですけれども、それで使ってるっていうのはあると思いますけれども、逆にあれですかね、NTT さん、原田さん自身は、まあ、OSS、この OSS 知ってるよって言える、自分でこの、これは滑るよっていうのは、どれぐらい、全然進めますか、まあ、個人的な話です。会社として感じちゃうなんてなんて、まあ、私は個人的にグループをやってますけれども、原田さんも何かやってると思うんですけれども、個人的に私はこのソフトを進めるという場合は、どこら辺まで深入りしますか。すごい、よく話したら、振られてるような感じがするんですけど、まあ、ともよりなくそう進めするから、あと、ひねぼすも出たとして、ともよりなく進めるのは、開発者である半田さんは私よく知ってて、その情熱とかスキルとかを理解してるので、それは、定量化できないですね。どっちもその情熱とかその技術力とか評価も、それは私自身はカーネルハッカーではないんですけど、ちゃんと分かってるんですよ。で、書いたものに対する責任感とかそういうのも含めて分かってるので、安心して進む。で、イネモスはやっぱり、まあ、自分の元の出身のデータのところで作って、どういう人たちが作っていて、どのくらいのスキルかでしょう。まあ、そんなんでいいでしょうか。そうです。まあ、開発している人を信頼できるっていうことですかね。まずは、なんですかね、リナックスファンデーションの人たちがやっている、まあ、信頼性のなんとかって言ってましたけども、そういう感じですね。開発している人は信頼できるから、まあ、彼にパッチ、彼からパッチを受け入れるとかですね。彼が出してきたものをバックスクリーンに入れてあげる、まあ、そういう感じの何ですか、トランスクチェーンというか、バックスクリーンの中で信頼の、まあ、つながりというのを大事にしているのが僕はシステムにサービスを提供するときには何かをやっぱり信頼しないといけないと思うんですね。で、何か起こったときに頼りになるところっていうのでサポートセンターとかベンダーがあると思いますけど、いろんな信頼があるんですけど、必ずそのどうなってが分からない状態では使ってないはずなので、皆さん信頼してるんですけど、これはこの人にとか、これはこの組織にっていう中で自分でも最後はできるしやるっていうマインドを持ってほしいなっていうのは、日々サポートの業務をしていてっていう思いですね。そこがブラックボックスにしないでほしいなと思います。だからレッドハットのサポートの対象外になるからって言って触らないとかバージョンアップしないっていうのは、まあ、実は結構多いんですけど、それってオープンソースなのかなって、どうしてもすごくもったいない気がしますし、そこを調べたりコミュニティに質問もできるわけですね。メールだけかければ、そういう関わりもオープンソースだと思うんですね。そうですね、まあ、ユーザーさんもそうですし、我々サポートのチームもそうですし、開発者と直接もうやり取りもできるし、本当に信頼ある人だけでもできます。オープンにできるというところはいいんじゃないかと。ちなみに今日はですね、まあ、最後ですね、会長から質問があったら、ついにいつでも受け付けてますので、何かありますか、教師を聞いていただければと思います。で、じゃあちょっとまた話をこう全然変えていいですかね。私最初に言ったように、9月から日本 IBM という会社に入りまして、こ
この時ってよく転職できたなっていうのがあるんですけれども、ですね、IBM っていう会社はやっぱりそういないと思うんですけども、やっぱり結構トラディショナルな会社なんですよね。やっぱり機関系が強くてですね、会社としてオープン系も一緒にやろうということで、我々みたいなのが入ってたりとかしてるんですけども、やっぱり新参者なんで、やっぱりどうしても壁とかですね、通じないものがあったりです。特にオープンソースに関しては、オープンソース、よく知ってるらしくやってねとか言っちゃってですね、なんかどんどん売られちゃったりするんですけども、その中で、もう皆さんですね、多分 IBM だけじゃなくて、全体的にその機関系とオープン系が融合してですね、より良いソリューションを作るんだっていうのは、世界的な流れだと思います。IBM でいうと SOR、SOE というらしいんですけども、そこら辺で、オープン系はオープンソースっていうのはもうメインになっていると思うんですけれども、そこから機関系の人たちとにオープンソースと一緒に話していくの壁みたいなのを感じるんですね。そういった時にオープンソースを分からない人たちに対してどういうふうにオープンソースの良さを分かってもらえるかといったところをですね、これまでの経験でこういうふうにした方がいいよというのがあれば、多分今日いらっしゃる方もですね、オープンソースを進めてるんだけども、多分他の、マネジメントとかですね、機関系とか、オープンソース知らない人に対して、ちょっと説得しなくちゃいけないという立場の方もいらっしゃると思いますので、そういうなんかいい方法がないかどうか、ちょっと漠然とした質問に申し訳ないんですけれども、吉田さんの方からアイデアをいただければと思います。私ですか？皆さん、なんか今言いたそうな反応をしましたね。すいません。すいません、ちょっと非常に難しい質問が飛んできたので。私自身は、もともと会社に入った当初は、弊社の汎用機で、金融系ですとか、社会基盤系のシステムを担当していた、ガチガチのエンタープライズ、ミッションクリティカル系のエンジニアでした。で、十数年前にですね、ちょっとあるお客さんで、ちょっとすみません、あまり詳しい中身は言えないんですけども、ホストトゥーオープンということで、ハイオキーを使っているシステムを一気にレッドハット社に買収される前のもうアプリケーションサーバーに一気に全面移行するんだというふうな、結構チャレンジングなプロジェクトがあって、そこに携わったのをきっかけに、今、オープンソースにどっぷり、使うような形になっているんですが、やはり我々のところ、先ほど申し上げた通り、商用ソフトからオープンソースへの移行の話なんかが来るときに、ガチガチに汎用機だったりだとか、ユニックス系で、固めているようなシステム、からの移行というような話もいただくことが多くて、確かに会話をする中で、いろいろとちょっと阻害が生まれたりだとか、なかなかオープンソースの概念を理解してもらえなかったり、単純には保守範囲の話なんかが通じないことというのは非常に多く、皆さんもきっとあるんだと思っています。で、我々はですね、やはり私の舞台もオープンソースを専門にはしてるんですけど、そういったお客様に必ずしもオープンソースを全面的に進めるというのはやはりやっていなくて、適材適所っていうちょっと都合のいい言い方を必ずしてるんですが、レガシーで残す部分とオープンソースを適用した方がいい、そういったシステムの住み分けであるとか機能の住み分け、まずそういったところを一緒にやっていくというところから話を進めるというのが一番歩み寄れるんじゃないかなと思っています。あるお客さんなんかはその業務系が例えばコールで残しつつ B2C の部分だけをオープンソースを使って少し、今風というとちょっと語弊があるかもしれないですが、インタラクティブなアプリケーションに変えるというような取り組みをやられているようなケースもありますし、そういった適材適所とかレガシーと、オープンのいいところの融合であるとか、そういったところから対話を進めていくというのも一つの手なのかなと思っております。すみません、ちょっとあまり回答になってないかもしれないですが、ありがとうございます。じゃあ次は鈴木さん。鈴木さん鈴木さんどうぞ。
何でしたあのマネジメントどうしてですか、あの実はね、うまくいってないですね、全然そこはね。あの先日もうちの役員ではないんですけど、偉い人に話をしていて、オープンソース全然浸透してないよねって言って、何言ってるんですか、毎年ちゃんと教育をしているのにっていう散々言ったんですけど、そんなの知らないと言ってしまったりとかですね、してますね。で、ただ最近思うことはですね、その昔と違ってオープンソースの適用領域が随分変わってきたな、まあ、今の根山さんの話でもそうなんですけど、その従来の機関系というかアプリケーションサーバーとか DB のところっていうのは、まあ、どちらかというとそのまま商用ソフトが先を行っていて、もうオープンソースだからここを置き換えましょうっていうのがなるんですけれども、最近のですね、オープンスタックなんかもそうだし、ハブみたいなものっていうのは逆にそういうものでないとできない。そしてからオープンソースが先を走っているものというものをやろうとすると、そこは自然にオープンソースを使うしかないというふうになってくるので、まあ、できるだけ我々からするとですね、まあ、高田氏なんかとかも津波さんにやってもらって、できれば新しいところを新しい技術で新しいものをやるというところにできるだけオープンソースを持っていくと、まあ、そのうちみんなオープンソースでいいんじゃないのって言ってくれるんじゃないかなと思いながらやってるということですね。どっちかというと置き換えというよりは新しいビジネスをオープンソースを使って取ってるんだみたいな、そんな感じですかね。そうですね、そういうその、まあ、よく言われるそのオープンソースを使うとコストが安くなるみたいな議論がよくあるんですけど、そうじゃなくてコストを削減するために使うんではなくて、新しいことをやるためにオープンソースを使うんですよっていうようなトーンでお話をしていきたいなと思います。なんか今言いたさそうだな。それは気のせいだと思いますけど、一応言いますと、エンタープライズとしてサービスなりシステムを提供するとき、重要なのはやっぱり安定してサービスを提供できるか以上だと思うんですよ。そのときにオープンソースを使うべきとか使わないべきとかっていうのはなくて、いかに安く安定して作れるかなので、最初からそこがオープンソースを使うとか使わせようとか推進しようとかっていうのが来るのはなんかちょっと変な気がするんですね。もっと言うと、そのシステムを組んでしまって問題が起こったら、4月にストラッツがありましたけど、コミュニティを入れたからごめんなさいでは終わらないんですよね。データドルは自分でパッチとか作って展開してますけど、どれを使うかっていうよりかは、そこは掴んだものの責任を持って対応できることなので、それが物とか内容によって商用製品だったら商用製品を使うべきだし、でそう考えたときに、ね、でも実際にどっちをしよう、オラクルにしよう、ポスグレにしようというときに、オラクルとポスグレの実は本当の評価両方揃ったのとあまりないんじゃないかと思うんですね。まあ、そこをオラクルの中でやってるのもわからないんですけど、私がやる OSS センターではそういう問い合わせとかも見てるんですけど、やっぱり物によりけり、オラクルが進んでるところもあれば、実はポスグレが進んでるところもあって、そうすると要件ごとにそれに最適なのはどっちかっていう判断をすべきだと思うんですけど、それに必要な情報が実はまだそんなに一般的ではないんじゃないかというふうなことはちょっと思います。で、まあ、それが今日吉川さん、同じ OSS センターの吉川さんが講演してましたけど、まさに点在してるノードみたいな話で、本当は実は分かってる情報っていうのがあって、それを元にすればやりたいことに対して最適な選択、最適な OSS っていうのが分かって、本当はそういう知識っていうのは共有されるといいなと思っています。そうですね。この辺のノウハウっていうのは、いろんなところにこうバラバラになっている、まあ、もしかしたらどっかの会社にはある、あるいはどこかの会社にはある。でもちょっと共有化は、まあ、されてるものもあるし、されてないものもあるんじゃないかなという気がするんですけれども、そうですね。この辺もされて欲しいなと思うんですけれども、なんかそういった活動は僕がやってくれるとかないんですか。今日は個人としてきてるので、そこはちょっとそれは冗談ですけど、中にはありますてか、まあ、ただ本気で全部調べてるわけじゃなくて、聞かれたところとか必要なところを調べてみてるっていう感じですね。プラスさんが言っている何でしたっけ、安らかに眠るなるためにはあれもそんな感じですよね。ありがとうございます。NTT データ先端技術で安らかな夜を迎えしたんだっていう連載を書いたんです。それはこれは別に宣伝っていうことでもないんですけど、私の今
今毎日思ってることがサポートやってますけど、すごいトラブル起こったシステムが来ます。そして夜中とか関係ないし、解決まで帰れない世界です。で担当者はものすごい大変なの何回も見てますけど、やっぱりそういうのを減らさないといけないんじゃないかなと。あともう残業すごいしないといけないとか、そういう無理をしないといけないっていうのを減らさないといけないんじゃないかなと。だからもっとみんながその楽にっていう、サポるっていう意味ではなくてですね、新しい技術をどんどん追っかけていくんではなくて、こんなにいろんな技術が出てきてるんですけれども、安定とか少し楽にとか負担が少なくなるってことを目指すべきじゃないかなと思っています。で、さっきおそのさんにご紹介いただいたのは、サポートセンサーに皆さん相談された時にですね、それはウクレカスとか言われたことはないと思います。中ではそれ自分で調べればいいのになって思うことはありますけど、サポートセンター決してそういうことは言わないんです。少なくとも防衛性センターはそんなことは言いませんで、思ったことは言えないところなんですね、ある意味。ただその中の人がどういうふうに考えてどういうことを思ってるかっていうのは赤裸々にですね連載してますし、あと解析の技術、自分で調べるためのこういうのがあったら経団化をするんだとか書いてあって、それは一つの手段として参考にしてほしいかなと思います。最近そういうの増えてますよね。私も前の会社の出るっていうところで、テックセンターがあるっていうのがあって、自分で調べたことはなるべく多分皆さんも調べるだろうあるっていうことがあるんで、ブログに書いてとかしてまして、IBM に入ってからもですね、自分で調べたことはなるべくブログに書くようにしてます。これは所属製品でも変わらないんですけども、オープンソースをやっていってですね、情報をオープンにする。で、皆さんが知ってる、大体常識と知ってるようなものは、シェアしてですね、みんなでレベルを上げていこうっていう、そういったことがあるんじゃないかなと思います。じゃあ、佐々木さんすいません。最後になりましたけど。なんか、大体話が尽きてるような気がするんで、何を話していいかあれなんですけど、先ほど、原田さんがおっしゃられていましたが、別にそのオープンソースでなければダメっていうのはないと思うんですが、商用製品とオープンソースの違いって何かなと考えたときに、やっぱ商用製品っていうのは、そのマニュアルをはじめとして情報というのが一箇所に固まっていて、問い合わせれば、いくらでも答えが返ってくる。でまた例えばその何でしょう、オラクルにしろいろいろなのにしろ、パラメーターのその何でしょう、デフォルト値っていうのがある程度使える値になっているというようなことがありますが、オープンソースの場合には多分それが、全く、違うような気がするんですね。ですから、こちらもサポート、私もサポートをやっていて、よくあるのは、そのデフォルト値で、やったんだけどうまく動かない。で、なんでデフォルトがこうなってんのっていうのを聞かれるんですけど、それはそのオープンソースの開発コミュニティのが別にその、なんですかね、どんなところでもうまく動くような、商用製品のパラメーターとは違う考え方の違うデフォルト値を持っているので、そういうようなその情報であるとか、ものがいろんなところに分散しているので、それをいかに集めてきて、オープンソースの場合にはとにかくサポートとかであれば、提供していくかというのが、普段の仕事になってしまっているんですけど、ですからオープンソースを使う場合っていうのは、簡単に動くものもありますけど、やはりそれなりにちゃんと知識を持って、そのネット上、インターネット上にもかなりの情報がありますので、それをいかにうまく集めてきて、使えるかというのが一つ、SIer としては、キーになるのかなと思っています。で、そういう意味で、弊社もそうですけど、今まで、先ほど言った機関系でプロプラとかメインフレームを やられてた方が、じゃあオープンソースに移行するためにオープンソースをじゃあそのインストールして立ち上げればとりあえず動くよね、じゃあこれで動くのかなっていうようなやり方から入ってしまうので、
やはりそこが、商用製品との違いをちゃんと理解してっていう意味で今はまだまだその技術者不足なところがあるような気がしていて、それをいかに、私どもそのオープンソースのサポートとか支援をやっている部隊が、うまくコントロールできるかっていうので頑張ってますけど、それぞれの SE さんなりが、やはりもっと技術を上げていかないとオープンソースっていうのはなかなか難しいと思っています。技術を上げていくっていうのは、そこのする側と使う側の部分っていうことですかね。はい、そうです。オープンソースだと商用製品と違って、普通にやってもインストールできない場合があって、それで実はそのオープンではすごい優秀な方がやってできないとダメだって言われちゃったりとかしてですね、本当にちょっとした違いだったりとか設定の違いだったりあると思うんですけども、そこら辺はなんかそういうのありませんか？ちょっと伝わったのかわからないですけども、その製品というかいろんな場面で使う設定を規定してるんで、インストールでも何でもすぐできちゃう。ところがお子さんの場合はちょっとした設定の違いをいらないと、でもその簡単なところの違いだと思うんですけども、ここら辺でなんかうまく使い場の人たちにも分かってもらいましたね、分からんっていう気がするんですけども、この辺はただ使い場の人がですね、業界では有名な方でちょっと人が使ったんだからダメだって言われちゃったりとかすると、ダメージがあったりするんですけれども、そういうのを鈴木さん、なんかいいアイデアないですかね？すいません、すごい難しい。そうですね、ですからそこはやはり、例えばいろんなエッサイヤーとしてやはりその実績とあとその情報公開っていうのをしていかないと、なかなか難しいのかなという気がしてますけど、情報公開ですよね。ですね、時間があと少なくなってきたんですけども、会長から何か、どうぞ、っていうとこはないですね。ありがとうございます。簡単な話が2つあります。1つはマーケットっていう視点の話と、あともう1つは社内っていう2つの視点。マーケットっていう話なんですけど、先ほど前吉田さんとかお話しされたようにどっかがいいねっていう話がパッときた時に、なかなかこうすぐそうですねビジネスではつながらないっていう状況があると思います。で、OSS のこうコラボレーションのプロセスっていうのがかなり広まってきた中で、なんていうかそのマーケティングっていうのは結構大事な世界になってきているような気がします。で、そのマーケティングっていう意味で、皆さんそのなんかマーケティング部門との関わり方っていうのはどういうふうな形でやっているのかっていうちょっと素朴な疑問があります。もしくはそのマーケティング部門とその関わり方っていうのでどういうふうにしていったらいいかっていうアイデアが何かあるかということが一つです。で、もう一つは、社内 その実際の OSS っていうのは基本的にはコスト削減、共有コストによる削減っていうのがベースになって、それをベースに、付加価値で、インの方を高めるっていう、考え方だと思うんですが、実際にそれを、定量的にその効果を測定するっていうようなプロセスみたいなものが実際に何か工夫されているのか、されていないんだったら何かそのアイデアがあるのかっていうところを、その2つを伺いたいです。以上です。ありがとうございました。それではまずマーケティングとの関わりですね。吉田さんなんかは結構いろんなところでスピーチされて、単にそのサポートだけじゃなくていろんなところでそのプロモーションみたいなのをやってるような気がするんですけれども、そうするとどうしてもマーケティングの方とやり取りがあるんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか？そういう意味で言うと、おっしゃる通りですね、マーケティング非常に弱いな。商用ソフトはもちろんその専門のマーケティングの方がいてビジネスをしているわけですから、
仕様を使いながら広めていくということをしないといけないなと思っていて、でとは言いながら、じゃあ弊社のマーケティング部門とどうやって連携してるんですかっていうのが多分出てくると思うんですけど、まあそこはですね、まあ適当にうまくやってますっていう感じですね。ただ彼らもその全面的にはやってくれないので、時々こういうふうなことをやってますよっていうと、うまくその一番フェイスブックに上げてくれるとかですね、まあ、そういうことをうまくやりながら連携してやっていくっていう感じです。まあ、おっしゃる通り本格的にそのマーケティング予算取ってなんとかっていうのができるためにちょっと本当はいいんですけど、そこまではなんかいかないなと思います。でもう一つその定量的な表現っていうのは、うちの中でも結構いろいろ問題になってまして、よく言われます。特に役員から言われます。お前は何やってるんだって言われるんですけど、よく言うのは、例えばその先ほどからずっと言った商用ソフトと比較みたいなグラフっていくらでも作れるんですけど、それって本当にそういうことでいいんだろうかっていうのはちょっとわからないです。で、どちらかというと、その定量的な評価ってわかりやすいんですけど、そこの後ろ側にある考え方をうまく説明できないと、その定量的なグラフを書いたところで全く意味がないので、その辺がその実は非常にこう苦しんでいるところかなと。逆にヒントがあったら私が教えてほしいぐらいですね。すいません、そんな感じです。なんか他にありますか？じゃあ、遠慮なさる時間も。まあ、ちょっとほぼ吉田さんのおっしゃる通りなんですが、やはり我々はマーケティングとの関わりだとか、プロモーションの部分はかなり苦労しています。で、厳密な定義でそれは違うだろうという話はちょっと一旦置いといていただくと、先ほど申し上げた通り、我々の製品の中にもかなりオープンソースが組み込んでいて、弊社のアプリケーションサーバー、データベース製品も今、エンジン部分はオープンソース。今採用しています。でそういった自社のミドルウェアだとか、オープンソースベースの ISV、まあ、こういった優勝製品含めてオープンソースという観点で実は取り組んでいるというふうな総合的なメッセージを出しているんですが、やはり無償のここのオープンソースに対するプロモーションであるとか、マーケティングとの関わりというのは我々も今後の課題で非常に悩んでいるところです。はい、ですね、ちょっと私の個人的な意見なんですけども、マーケティング、これからのマーケティングですが、にはですね、オープンソースはもう必須なんじゃないかと思っているのがあってですね、最近アメリカなんかでコンテンツマーケティングとか、あって何かというと、コンテンツを、各社でですね、物語、ストーリーを作って、そのストーリーをもとに、いろんなものをコンテンツをオープンにして、そのもとにお客さんと直接話をして、でそこから、リードを取るんです。やっぱりオープンストーリー、オープンソースって何、もうたくさん開発者のものがありますので、そういうのはストーリー、物語としてたくさんあると思うんですよ。で、多分今お客さん、特にアメリカなんかそうですけれども、お客さんがウェブを調べて、で、広告を見ないですね。広告を見ないで、各社さんがどういうことをやってるかっていうのを見て、どういう考えでどういうものを作ってるかっていうのを見てるっていう、まさにコンテンツマーケットなんですけども、そういうコンテンツ的にはですね、そのオープンソースの、いろんな、作り方とか、オープンにしてみんなとシェアするという考え方は納得できるんじゃないかというところで、これからのマーケティングにはそういう考えも、そういうのもあって、私は前の会社ではマーケティングに入ってたんですけども、ビジネスですけども、あるんで、オープンソースはそういったところで、これがチャンスなんじゃないかなと。課題というよりは、どんどんやっていただきたいし、すみません、私がここなんて、ってことを言って申し訳ないんですけれども、という感想を持っています。すみません、私が時間を伸ばしてしまって。他に何か質問を。すごいですね。すごい、ぴったり時間が終わりましたけれども、不十秒の終わりですね。じゃあ、これで、よろしいですかね。なんかいい、残すことは、残すことはないですか。では、本日はどうもありがとうございました。